150キロ未満選手のミン縛りやっていきましょうか。ピッチャーが足りないので、おそらく1ヶ月もしないうちに青を使う、1ヶ月というか多分2週間ぐらいで青を使わないといけないんじゃないかという状況になると思います。勝てません。お、1勝した。じゃあシーズン終了までいこうか。終了まで来ました。まあもちろんまだまだ最下位ですが、結構勝ってたね、見た感じ。中盤で25勝116敗と、勝率は1割7分7厘と。ただ問題です、何人か覚醒した選手がいたので、彼らが150キロ超えているのかもしれない。まあそれは契約更改の時に見たらいいのかな。投手成績 7.08、 うーん、まあまあまあ。先発 1.92、 なんじゃそれ。中継ぎ 1.88、 中継ぎの 1.88 はまだまだね、まだわかるんですが、先発の1点台ってえぐくない、阪神の1.54、 1.44。クソ打点なのか、うちが弱すぎるのか。西なんでこんな強いの。去年も西活躍してたよな。ここに来て全盛期を迎えてます、西。2.18、1.28、1.54。で、中日の中継ぎ陣。あ、ネオだ。4点台だ。中日の中継ぎ、1.17。ロドリゲスが意外と打たれてると。ジャリエルが 2.44、亡命失敗。ライマルも2点台だもんね。橋本1点台、松山1点台、ああ、藤島とかがエグいんか、1.06 だもんね。ああ、勝野 1.25。この辺がすごい。あ、でも、あんまイニング食ってないもんね。ああ、清水の 1.17 か、これが引っ張ってるな。中継ぎ陣。大野雄大。ああ、広瀬中日行ったんだ。広瀬はね、前のペナントやった時は、ハリーの記録抜いたんだよな、ヒットで。なんで取りたかったんですがね。さあ、うちの選手はどうですか。300、この380イニングを埋めないといけないと。150いってるやついるかな。ワンチャンいるよな。島村とかよかった、143球。一番よかったのが島村か、まあ、石川もよいと。ベテラン勢はね、球速が伸びることがないんで、あー、148。柳沢危ないよ。打っては愛希、27歳、早熟全盛期。覚醒したのはいいけども、もう早いね。オールドルーキーの早熟はダメよ。使い物になんねえな。これは年俸をちゃんと払わなくてもいいですね。であとは外国人、ハンソンやら、カリステやらが。まあでも二遊間でね、この成績残してくれれば十分でしょう。白浜パワーヒッターもちょっとホームラン打ってます。いいんじゃない、これで早熟じゃなければ。あと黒江はキャッチャーいいでした。ただ大幅に期待できますね。今回もドラフト4位枠は覚醒枠なる可能性が高いんで、序盤の弱い時は結構覚醒する可能性が高いので。白浜ゴールデングラブ、テルがホームランを打点を、今年も山本由伸はえぐい成績残してんのかな。さあ、まだまだ FA で出ていく選手はいませんねと。契約更改、基本戦力外で取った選手は420万でいいのかな。ここのスカウティングを鍛えていきたい。あ、投手コーチ和田にしよう。和田おそらくあれでしょう、技巧派。そうなんですよね。でここコーチも変えていってもいいね、いいのがいたら。栗山行こう。ここはある程度お金かけてもいい、序盤から。で、ギータが引退したらギータでいい。AC か。BB が欲しいな。AC も発掘はするけど、結局調査力が足りないから。でも能力ある程度正確に分かった方がいいか。投手の場合。投手の CA でいく。AC でいくか。野手の、内野手の AC でいこうか。結局ドラ1は、おそらく野手を中心に取っていくのが一番いいんだと思うしね。この辺は420万。仮
カリステも420万、この辺出てってもいい、この辺が出てかれると困ると。白浜、西島、愛機は正直あと6年でしょう。で今全盛期だから FA する頃にはもう取れてるんで420万です。まあ、今回 FA は獲得することができるんで、もし FA 宣言しても引き止めればいいんですが、まあ、できるだけやっぱり FA はされたくないっていうのがあるんで。3球種3球種、うん、柳沢はね、おそらく150キロいくんだよな。後で球速チェックしようか。おそらく150キロいっちゃうんで、ダイナマイト進行。石川慎吾伸びてんだよな。2割6分7厘。まあ、基本対左しか出てなかったらもうちょい成績残すのかもしれないね。ワンボーロンも活躍してる。2割9分4厘。そういえば野手、成績見てないっけ？成績見ようか。142、144。で、この辺は全員クビにできるって野手陣は。で、能力でね、146か。ちょっと150キロいきそう。148も絶対いくよな。今のところ150キロはいませんと。一番早いのが柳沢の148。西原もこれいくな、150キロ。あと8年あったらいくよな。高校生だし。ちょっとじゃあ金減らしとくか。クビにしないといけない可能性が非常に高くなります。今のところ150キロオーバーの選手はいないのでセーフと。投手はもう基本130キロ台を取って、できるだけ球速が伸びないようにやっていかないと。でも勝手に伸びるからね、球速とかって。岩中とかいいんじゃないの。さあ、球速い系じゃない転生。転生って特にやっぱ球速いのが多いから、珍しいと。球速くないのが。165とかもう終わりだよな。あ、139いいね、松倉。しかも得のも悪くない。134、143、この辺だな。140とか139いいね、いいね。139、142、確実にスカウト絶対ミスってるよな。こんなに能力高いわけがない。さあ山内、まあでも山内かな。ピッチャーは出てく可能性があるんで、いくら今中だろうが球速150キロいく可能性はあるんでね。全然今の球速が低いと言っても、ただ山内、てめえは出ていかない。しかもパワー系と、金子誠もいいけど、結構守備型だから、やっぱ打撃はそこまでなんで、この辺で一丁、くじを当てて、もういいかもしんないけど当たりません。さあ、まだ一応金子誠は取れると。真っ向行くか。ここでも強豪になると。でここで引くんだよな。別にこれ正直当たらなくていいんだよ。おお、まあまあまあ、外れ貯金しとけば次大物当てれるんで。さあどうしようか。梨本、肩クソ強い高校生、それか24歳社会人が早熟だと目も当てられません。投手は出ていく可能性があるから、やっぱり野手をドライチで取るべき。ショート取るのか、まあどっちかだな。梨本か倉俣か。倉俣だな。倉俣取って梨本取れんじゃない。ダブル両取り、よし。あー、稲峰行くか。対左 A だし、さすがにもう残ってないよな。玉野残ってる。でも玉野言うて微妙か。梨本も残ってる。梨本取る。これ玉野取れんじゃない。玉野も取る。すごい圧倒的野手取りまくってる。そしてじゃああとは球速が遅いですね。170キロ、なんじゃそれ。170キロだってエグすぎる。スカウト適当すぎない。スカウトが適当すぎるんですよ。伸びしい。
クイックし、できるだけ球が遅いやつを取っていこう。アンダースローとかすごい多そう、うちのチーム。とりあえず球が遅いことが一番大事。144か、ちょっと早くない？144もちょっと早く見えてくるもんね。覚醒とかしたら一気に伸びる可能性もあるけど、まあ今ピッチャー足りない人とか、スカウトの眼力がおそらく良くないんでしょうね。多分能力が高すぎるもん、全体的に。それ170キロ投げるピッチャーいるんだから。いや、このピッチャー160キロか170キロですね。170キロってなるよな。個人の成績見てなかったね。ピッチャーだけしか見てなかったか。あ、野手を見たか。そや、見たわ。外野手、倉俣、期待の逸材、いいね。そして、対左に強い稲見ね。肩が強い梨本。で、オールドルーキー、玉野、24歳。で、あとは玉野遅い。139、134、140、142。ちょっと球が速い、144キロ。うちではもう145を超えるとやっぱデッドラインになってくるんで。菊池雄星154、小笠原155。もうやっぱみんな150いくんだね。そしてメジャーにはいけないと。さあ FA よ、クリアレン149。しかもこっから劣るでしょ。まあ、リスクがでかい。152152152。みんな150いくんだね。あ、大山とかいいね。29歳、まだ若い。大山ありか、取るの。大山、栗。いやー、栗33歳か。ちょっと劣れる可能性高いね。大山まだ29歳、しかも B ランクと。で、基本的にルールとしては、あの、複数年契約はなしなんで、 FA の場合も複数年契約できません。222222で覚えて。金本愛で獲得しました、大山。やっぱり金本はね、金本に育てられたっていうのがあるから。あともう一つあります。あの、プロテクトリストはいじれません。ただ今回は全プロテクトなんで確実に金銭です。むしろ選手でもよかったんだけどね。ピッチャーは150キロですよね。笹川、若い外野手とってもいい。150。水谷も化ける可能性ある。ヘイグ、いい外野手だな。23歳、取っとこう。145だ、ワンチャンある。てか超えてもクビにしたらいいし、どうせ戦力外し、ドラフトだったらもったいないなと思うけど。この辺も150いくもんな。あ、134、ヨザ。ヨザいけるくない？ヨザは150超えないでしょ、さすがに。片山、ポンセ。ただベテランであれば獲得できる可能性はあると。みんな150投げるんですね、当たり前のように。146142。いやー、149149は怖いね。ノムスケ、カヤマ、アダチ。徳のようになる、アダチは。荻野も徳のようになると。 BCAD、 ちょっと衰えてるか。まあ、大山取ったしね。まあ、大山サードもファーストもできるから。まあ、せめて、一応外野もできると。外野いっぱいだな。ちょっと見直してもいいかもしれないね、野手。野手がちょっと多すぎる可能性もありますと。あまり今のところ何も考えず、とりあえず選手バーっとって言ったけど、使わない選手は取らないでいいのかな。結構枠、パンパンですね。特に外野手、ちょっと考えながら取っていく。まあ、今年クビにする選手もおそらくいるしね。コリア、白浜、西島。まあ、この二人でしょう。基本的に投手はあんまり活かしても意味がないと。そしてドライオンで投手を取るのが意味がないと、玉の。
ドラえもんで投資取って覚醒したら困るんで、意外ともうお金がない、そこそこ勝たないと金がなくなっちゃいますよと。キャンプイン、キャンプ終わりました。変化球覚えてくれると。結構ね、特能を覚えさせたい投手あんまりいないというか、みんな結構基礎能力がガンガン上がる時期になってるんで、まだ基礎能力上げてもいいと思うから、ベテランはそこまで取らなくていいかな。まあ、単純にピッチャー足りないから投手は数が必要です。野手はちょっと減らしてもいいのかなというふうに思ってます。ヘイグ、オギノとかも全然使えるしね。まだまだ足立はどう、梨本、この辺のルーキーはまだ早いかな。あんまり早めに試合も使わないのに上げると FA 取得が早くなっちゃうんで、ちょっと様子を見つつ上げていこうかなというふうに思います。それじゃあオープン戦やって終わりましょう。バイバイ。3連敗。おー。